そうらしいな。だがなぜだ、満足できない。
俺たちのクロス衣装震えてるんだよね。あんた持ってるんだろ。カオスを倒す、それが俺の使命だ。俺も。ああ、俺も同じだ。俺はジャック。ジェード。アッシュ。なんだ。また傷が増えたな。俺の分類ではかすり傷だ。唾をつけておけば治る。俺たちはいつになったらカオスと戦えるんだ。魔物退治はもううんざりだ。名のある魔物は大体倒したよな。よし、改めてコーネリア王に要求しよう。お前たち、何とかしろよ。うん。うん。この世は暗黒に包まれている。風は闇、海は淀み、大地は腐ってゆく。しかし、人々は一つの予言を信じ、それを待っていた。この世、暗黒に染まりし時、4人の光の戦士現れん。お前たちの実力は認めよう。名のある魔物討伐の遠征を3度も成功させたのだからな。だが問題は人数だ。この世暗黒に染まりし時、4人の光の戦士現れん。そして持っているクリスタルの色、輝きも違う。確かに。でも大臣、重要なのは予言通りの戦士が現れることでしょうか。現実にカオスを倒すことではないのですか。私たちには閣下がそこまで慎重になる理由が分かりません。クロス衣装の戦士たちよ、一つ教えてほしい。なぜそれほどまでに危険に挑もうとするのだ。何がお前たちを突き動かしている。ここに思いがあるんだ。カオスを倒したい。倒さねばならぬ。希望や夢ではない。飢えや渇きと似た感覚だと思ってくれ。ほう。苦しくてしょうがない。いいだろう。大臣、神殿の鍵を用意しなさい。はジャック、アッシュ、ジェド、君たちにコーネリアの未来を託そう。頼むぞ。鍵は明朝を渡すことにしよう。じっくり遠征の準備を整えて、町の門で待ちなさい。お前たちはこれまでの戦士とは何かが違う。期待しているぞ。ジャック様、アッシュ様、ジェド様、どうかこのコーネリアの民を救ってください。皆さんにクリスタルの祝福がありますように。荒々しいお顔だこと、戦場では必要なのでしょうね。でも娘たちの前では
にこやかにしてくださいな。確かセーラ姫だったか。人気だな。混沌の荒野に咲く一輪の花って感じ。ジャック、愛想よくしてくれ。そうね。ジャック様、また傷が増えましたね。すぐ治りますよ。ジャックはいい薬を持ってますからね。それはいいですね。あ、そうだ、そんないいお薬なら城の兵たちにも分けていただけますか。からかいましたね。我々に何かご用ですか。はい、いよいよカオス討伐に向かうと聞いて、お願いするなら今しかないと思ったのです。おお、二つあります。欲張りですね。カオス討伐に向かったまま戻らないお方を探してほしいんです。名はガーランド様とおっしゃいます。姫、私たちには人探しをする時間はありません。もちろんです。ただ気に留めていただいて、何かの折に。ガーランド氏の特徴は？いつも立派な鎧姿で、顔には恐ろしげな仮面をつけています。でも声はとても優しくて、とても大きなお方です。いつ旅立ったのですか？はい、それは10年前のような、昨日のような。誰も信じてくださいません。父も大臣もガーランドという騎士はいないとおっしゃいます。セーラ様、わかりました。ガーランドのことは心に留めておきましょう。ありがとうございます。ジャック様、皆さん、もう一つ、どうか無事にお戻りください。皆さんにクリスタルの祝福がありますように。水晶が共鳴した。ああ、確かに。面倒は避けたい、忘れよう。さて、出発は明朝、宿で休むぞ。お、ジャックの旦那、すっかり噂だぜ。明日神殿に行くんだってな。だったらうちに泊まっていくだろう。ああ、ささ、どうぞどうぞ。戦士の旅立ちはすぐに噂になる。お前たちの失敗は王の評判を落とす。心に留めてくれ。カオス神殿は町を出て北西の方角だ。クリスタルの祝福を。Thank you.
すよ。待たせたな。なんならここまで迎えに来やがれ。見学がてら行こうか。張り切っていこう。じゃ、ささっと出発しようか。やるか。ジャックがいれば負けないさ。ジャック、止めよ。アッシュ、当てにしてもいいか。もちろん。当然の相手だ。こうだ。さてと。ジャック、下に魔物がいる。闇が吹き出す穴だ。闇と一緒に魔物が吹き出した。まさに闇の噴出口だ。さすがだな、ジャック。これで新しい道が開けた。キューブがある。一息つけそう。出てきたか。サクッと倒そう。せいな。
恨むのか。叩き。やるぞ、ついてこい。体勢下がってるっぽい。邪魔だ。お出迎えだな。こっちの方が安全だ。炎に近づくな。体力を無駄に消耗する。別の道探す。急に走るか。悪かったな。苦難があるからこそ強くなる。大歓迎だな。ジャック、また噴出口が張り付いてる。ジャックの仕事は見事だね。やるな。叩き潰すぞ。さて、何が入っているかな。発見。あの炎邪魔だな。
つで消したいね。かなり広い部屋だね。魔物も多そうだ。気をつけよう。ただの噴出口だな。目障り。壊すぞ。終わりだ。わあ、派手に壊れたね。やっかやりすぎだ。健康だ。お出迎えだな。さあ、どうぞ。手を整えよう。いい装備なんじゃない？よかったな。
ここに繋がっていたんだな。近道ができたね。戻るときはここを通るぞ。やるか。ジャック、戦おう。終わりだ。集中しろ。チャンスだぞ。とりあえず切り抜けたか。敵が強かったな。卑下しなくていい。俺ってさ、あの大きな塔にカオスがいるのかな。まだ先は長そうだ。ああ、集中力を切らすなよ。ごめん。ここを渡れば一番大きな塔へ行けそうだな。キューブ発見。さてどうするかな。
だ先はあるんだ。頼むぞ。宝箱か。手当てしておけ。叩き潰すぞ。闇が濃いな。間違いない。この先にいる。キューブがある。ここにあるんだ。覚えてこ。私はカオスとなる者。お前たちは何者だ。俺たちはカオスを倒しに来た。予言の光の戦士かもよ。おお。いつも立派な鎧姿で、顔には恐ろしげな仮面をつけています。ガーランド？違う。私はカオスとなるものだ。上げられたか。
あんなに強い人間なんている？闇に囚われた人間か。よし、後で尋問してやろう。相手もやるね。無理は禁物だぞ。こいつの攻撃、どっかで見たことない？ジャックと似てないか。かもな。だが俺の方が上だ。顔を見てやろう。待て。俺の水晶が震えている。ああ、共鳴だ。俺のもウォンウォン震えてる。私はネオ。カオスにはなれなかったのか。順を追って説明してくれるかな。私は仲間たちとカオス大使の旅に出た。旅は困難を極め、仲間は一人また一人と減る。そんな中、私は真相に気がついた。カオスという人物、あるいは魔物は存在しない。それはある種の幻想に過ぎない。闇や魔物、そして何より人々の心を蝕む終末思想、それらは全てカオスという怪物の仕業。そう信じ込むことで、コーネリアの人々はカオスを倒せば世界は救われるという希望を生み出したんだ。だから私は闇に身を委ね、カオスになって倒されることを望んだ。人々が幻想から覚めることができるように。くだらん。カオスへの思いはまだここにある。つまりカオスはどこかにいる。俺は続けるぞ。私も行くから。この世、暗黒に染まりし時、4人の光の戦士現れん。この4人で決まりだ。カオスはいないなどというやつの居場所はない。それならカオスに合わせて。謝るし、あんたの言うこと何でも聞くから。面白い。一度城へ戻ろう。パトロンには嫌われないようにしないと。